高橋光那、メジャー移籍強行？それでもメジャー移籍強行か。西武、高橋光那のこのオフの動向から目が離せない。二軍調整を経て50日ぶりの一軍復帰登板となった8月12日の日本ハム戦は、6回途中4失点で敗戦投手に。これで開幕から未勝利の9連敗。今季の西武低迷の大きな要因となっている。高橋は昨オフ、球団にコスティングシステムを利用してのメジャー移籍を直訴したが、紆余曲折の末に残留した。開幕前に、30試合登板、投球回数200イニングを目標に掲げ、その他の数字で全てキャリアハイを達成し、今オフこそは強行突破でのメジャー移籍を目論んでいた。だが蓋を開けてみれば、極度の不振に。とてもメジャー移籍を持ち出す状況にはないはずだが、本人は意に介していないという。スポーツ紙遊軍記者が現状を明かす。もう、心ここにあらずという表現がぴったりですね。本来なら今季はチームでの大活躍を置き土産にしてメジャー移籍するつもりだったわけですが、今のチーム状況を考えれば、活躍してもあまり意味はないですからね。一日でも早くチームから離れたいのが本音でしょう。シーズン終了と同時に球団と交渉を開始するのは間違いないと思います。草生えるわ。スポーツ紙遊軍記者で草生えるわ。朝芸で連れ立てとか恥ずかしいことをするな。どんだけ玉ブラ脱出したいんだよ。さ、噂はルートすら無理やろ。逆に通用するかもしれん。メジャーでは勝利数は重視されないうんぬん。手抜きしてる説。さ、手を挙げるチームはありそうですか？藤浪でいけたんやし行くやろ。お買い得や。メジャースカウトは今年だけでは判断せんやろ。過去2年間はエースだったし、メジャー契約はあるやろ。すぐ NPB に戻ってきそう。なお西武とは限らない模様。有原のせいで、こういうのがひたすら印象悪い。噂はでいけるんだから、そりゃそうするわな。9敗0勝って書けばメジャースカウトが騙されてくれるかもしれん。勝ち負けとかいう無意味な指標にこだわってるやつアホだわ。まあ勝ち星に関しては西武がひどすぎるだけなんやけどな。数字見ても他のチームなら3勝6敗とかで十分ローテ回してるわ。チーム弱いから勝ち星ついてこないとかじゃなくて、単純に打たれまくってんだもんこの人。去年売ればよかったのに、西武10億単位でドブに捨てたな。